中国では国内における一日あたりの新型コロナウイルスの感染者が、2年前の武漢での感染拡大以降初めて5000人を超えています。こちらの住宅地は封鎖されていますね。なんか住民の姿も確認できます。中国では14日に5154人の感染者が確認されました。 東北部の吉林省長春では事実上のロックダウンが行われていて、トヨタ自動車などとの合弁会社を運営する一期集団は、現地工場の操業を少なくとも16日まで停止すると発表しています。また、三島省の大学では、学生が校内で行われた検査の行列を SNS に投稿したところ、イメージの悪化などを懸念した大学側が 犯罪行為だなどと学生を脅すような通知を出し批判が高まっています。